はいどうも、クワチャンネルのクワちゃんです。カレーにとりこな生活といたしまして、皆様に毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルでございます。さあ本日はですね、レトルトカレーのご紹介でございます。さあそのレトルトカレーとはこちらでございます。でーん、山盛り株式会社さんから発売されております2050年カレー。こちらの商品なんですけども、なぜ、今回、紹介するのかと言いますと、私の、プロダクション人力車の、後輩ですね。後輩の芸人の、タダシーズというコンビが、毎日ラジオの方を YouTube で配信してるんですけども、そちらの方で、日刊タマシーズという、毎日配信してる方の、ラジオですね。そちらのラジオで、ちょっとした新聞だったりとかから、記事をピックアップしてこうお話しするみたいな、日刊タマシーズというラジオもやってるんですけども、タマシーズのラジオですね。はい、そちらの方で2050年カレーというのを見つけてこう喋ってまして、あ、僕もこれちょっと気になるなと思いまして、山盛さんから出てます2050年カレー、こちらの方ね紹介したいんですけども、結構どんなカレーかみたいな分かんないと思うんですけど、これは実はですね、お肉が使われておりません。全く、肉的なものは使っておらず、もう野菜ですね、ほとんど野菜で、お肉の部分を、大豆で作っております。まあ言えばビーガン料理に近いような感じだと思うんですけども、なぜこちらのカレーにしたかと言いますと、ここに書いてるんですけども、2050年世界人口の爆発的増加、生活水準の向上により、肉などの動物性タンパク源が不足し、世界的な食糧危機が訪れると、まあ、その時のためにこういったそのカレーを作ってみましたと。で、次世代の食事を体験することができるっていうコンセプトですね。というわけで、そういうコンセプトのもと作られてるんですけども、YouTube の方とかにも、山盛さんのこちらの2050年カレーのこちらのね PR、 めちゃくちゃ PR 動画ですか、めちゃくちゃかっこいいんでちょっと見てほしいんですけど、ただギャグ商品に見られがちだと。ではなくて、実は、真剣にそういった食料問題だとか環境問題を考える、きっかけになればいいなということで、こちらの、コンセプトのもと企画されているカレーです。気軽にこう 手に取りやすいようにこういう感じにはしたと思うんですけども、ということで今回ね、こちらの商品を食べていってみたいと思います。はい、というわけで、じゃあ温めていきまーす。温め終わったんですけども、今回、味の方が3種類ございますので、そちらの方をね食べ比べていきたいと思います。まずはガーリックチリの方から。結構ね、全部なんですけども激辛って書いてるんですよね。だからどれぐらい辛いのかなっていう、ちょっとドキドキ感はありますけど、ガーリックチリの方から。欧風カレーのガーリック味みたいな感じなのかな。これがガーリックチリ。結構香りの方はふわっとガーリックの感じです。結構どぎついた感じじゃなくて普通の感じ。続きましてマーラーですね。こちらも激辛。このマーラーがちょっとね、僕個人的には一番食べたいかな。あ、もう開けて、あ、すごい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 、ふわっと、もう匂うな、すごいいい香り。開けてすぐもう中華感もあるし、マーラー感もすごい。これは辛そうですね、結構。最後にペッパーチリ。ペッパーチリの方は、あ、結構、うん、黒みがかった、濃いですね、かなり濃いって感じですね。これがペッパーチリと、ガーリック、マーラーですね。マーラー食べ比べていきたいと思います。いただきます。じゃあまずはペッパーチリの方から。あ、結構でもお肉っぽい感じはしますけどね。まず結構辛め、辛口、激辛って書いてますけど、食べれない辛さじゃなくて結構辛めで、ブラックペッパーの感じが後からずーっとこう続く感じ、辛さがパパパパパッときて、何よりも多分驚いたのがお肉入ってる感じ、ひき肉感がある、それが大豆なんでしょうけど、すごい。これ結構お肉って言われて食べてもバレないと思いますね。まあ確かに肉の感じとか旨味が出てるわけじゃないんで、まあ風味は確かにそうですけど、でもカレーとしても美味しいし、食感はきっちりお肉なんで、これすごい。次ガーリックチリ、これも結構お肉っぽいんで、これが大豆っていうことなんでしょうけど、あー、うまい。結構ガーリックですね、食べれば。これめっちゃ好きな人好きかも、ガーリックのやつ。辛みもくるんですけども、この後にニンニクがぷわっとくるんで、きっちりニンニク感ある感じ。あ、これ美味しいな。結構好きな人は好きだと思います。最後にちょっとマーラーをいただいてみましょうか。これもね、これだけ色がやっぱり全然違うんで、香りもね結構辛そうで、マーラーの感じ、中華感
の感じかな。で、辛さも先にこうキリッときちゃう感じ、もっと結構中華の感じかなって思ったんですけど、結構辛さが結構先に来るんで、まあカレー感もぎっちりありつつ、まあマーラーの感じもあるっていう、まあ全部のやつに言えるんですけど、そこそこ辛めですけど、辛いの好きな人はちょうどいい辛さで、ひき肉感のある大豆、それぞれに味がきっちりオリジナリティもあるっていう感じの3種類。うん、すごい。ちょっとご飯で3種類ずついってみます。いや、ペッパーチリ、ライスので行くとペッパーの感じは薄まっちゃうかな。まあそれでもやっぱり感じるんですけども。次はガーリックチリです。すごい、もう抜群。これニンニクの風味っていうのが強いっていう可能性はあるけど、こう結構抜群の安定感というか、かなり美味しいですねこれ。次に最後マーラー、辛さ一番強く感じますね。いて、まあご飯で食べてもやっぱり中華感は消えずにきっちりマーラーっぽい感じで、マーラーのやつが一番辛さは感じます。結構辛くて食べてるうちにすごい汗出てくる。完食いたしました。はい、こちらもですね、完食。いいえ、なかなかお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。いや、結構それぞれ辛さが結構強めっていうので、まあ激辛って書いてるんですけども、もう汗がね結構じんわりきて、辛いの好きな人には持ってこいっていう感じで、全体的に食べた感じで言うと、その大豆の肉感がすごい、食感がもうお肉そのまんまでいて、もう本当に美味しく食べれるっていう。で、あと食べながら思ってたんですけども、そんなにこってりしすぎてないという、お肉をやっぱり使ってない、野菜だけで使ってるんで、全然脂身がこう食べてて、全然どんどん食べていけて、くどくないし、スルスル入っていくっていう、そんな感じのカレーでございました。これね、激辛じゃなくて普通の辛さにして欲しかったなって、ちょっともう食べたかったなっていうのが正直な感想もちょっとありますね。はい、皆さんもね、ぜひ、山森さんから出てるこちらのね2050年カレー、一回食べてみて、まあ本当に環境問題とかそういうのを考えたり、食料問題考えるいいきっかけになったりすればいいなと思うんで、で個人的にこの3種類の味で、ペッパーチリと、ガーリックチリ、そしてマーラーがあったんですけども、本当に、個人的な見解で一番美味しかったのはこちらガーリックチリですね。はい、これすごい美味しかった。もうニンニクの風味も最高で、どんどん飯いけて、まあこれね、ただちょっと選んじゃいますよね。その女性でこの後何か用事のある方は食べにくい可能性もありますし、まあでなると、まあペッパーチリかマーラーかっていう、マーラーはね結構辛さも強いんで、キリッと最初に来ちゃう感じなんで、こっちの方がまあおすすめですね。で辛いので、牛乳など飲みながら食べるのがおすすめだと思います。はい、というわけで今日は、こういった感じの、レトルト紹介になりましたけど、皆さんもねこうやってこうカレーを通じて感じてくれることがあればいいなと思います。はい、というわけでカレーにとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方までどしどしコメントください。あ、結構ねここまで見てくれてる方少ないと思うんで、先に宣伝だけしときますけど、魂シリーズの YouTube もありますので、ぜひ見てみて、ぜひ見てみてあげてください。ほな皆さん、また明日、バイバイ。